というわけだ。なるほど。しかし動かせる戦力が。おお、貴殿、ちょうどいいところに来てくれた。待て、アルイス、まさか生徒を使おうというのか。そうだが、何か問題があるか。ああ、レアさんの許可もなく騎士団の任務は頼めまい。実地訓練に協力したということにでもしておけばよいだろう。何、我々も同行するのだ。海賊相手に危険はあるまい。リーガン家の領とデアドラの港で海賊の被害が多発しているんだ。それを取り締まってほしいとの要請が商人組合から東方協会経由であってな。東方教会は初耳か。存在感がないからな。東方教会はフォドラ東部を管轄しているが、我々のような騎士団は許さない。故にこういった案件については中央教会に要請する形が通例となっている。彼らも東部地域に何かしら貢献することで同盟諸侯に存在感を示したいのだろう。とはいえ、今は我々騎士団も多忙でな、簡単に人員を避ける状況ではない。故に貴殿らに白羽の矢が立った、というか今立てたというわけだ。あんたは傭兵だったし、海賊討伐くらい経験があるんだよな。生徒も盗賊の討伐は経験済み。まあ問題にはならんか。鍛錬と思って付き合ってはもらえんか。商人たちから謝礼が出るかもしれんぞ。あまり時間はかけられない。さっさと行って片付けてこいよ。
恐れをののけ、我らはパルミル水軍だ。抵抗すれば町を焼いちまうぞ。はて、パルミラ水軍、聞いていた話よりも厄介なことになっているようだな。子供騙しのハッタリだが、商人を脅すには有効らしい。急ぐか。騎士団の皆さん、お助けを。謝礼の用意もございますので、何卒。店を荒らされては一大事。海賊ども、町に入れないでください。うん、承知した。我らセイロス騎士団に任せておけ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギルス。焦らず戦おう。戦いの空気苦手だ。先生、奇襲有利思います。ダウン。勝利、皆の心燃やします。私、加減すべきだ。見てくれ、いい感じじゃねえか。よし、行くぞ。助かります。さあ、仕事だ。私の力、見せてあげる。邪魔しないで。負けるはずもないわ。舞台に上がるより緊張するわね。せいか。簡単に負けるつもりはないわよ。人は行きますか。身の程を知らんし、全てはエーデルガルト様のため。すごい活躍ですね。店もぶっ壊せ。金目のものは根こそぎ奪っちまえ。
町を荒らされては騎士団の方々にお支払いする謝礼もなくなってしまう。まずい、海賊が町に入ってきたか。早く倒すのだ。目標、沈黙。これで任務がやりやすくなる。なるものは死。賞賛はあったの。この体。これは。この程度では満足できないな。やるとするか。私、遅れ取りません。仕方ないな。僕にやられるのは嫌だろうね。
でいいかな。これでも。わかりましたよ。誇るほどの敵ではありません。エーデルガルト、私に挑んだのが間違いだったな。ま、はっ！
この経験は糧になる。勝利は決まっている。それは光栄に思いたまえ。これで戦える。地獄で寝てろ。高貴なる者の力、見たか。支援感謝します。ようやく片付いたか。思ったよりも骨の折れる任務だったな。ありがとうございました。これは謝礼です。どうぞお受け取りを。いやはや、ここまで大掛かりな戦いになるとは想定外だった。連中がパルミラ軍に偽装していたことで商人たちも必要以上に混乱していたようだ。だがこれに懲りて海賊どもも少しはおとなしくなるだろう。貴殿らには多大な迷惑をかけたが、おかげで助かったぞ。使われたというのに人間ができているな、先生。うん、さすがは団長の子だ。器が大きい。迷惑をかけた代わりと言ってはなんだが、商人からもらった報酬は貴殿に譲ろう。生徒らのためにでも役立ててくれ。遠慮するな。我々の報酬は東方教会から出る。それにアロイスはこの手の金をそっと懐に入れられない男だ。当たり前だ。我らは聖者セイロスの剣であり、盾たる騎士団なのだぞ。清廉潔白こそ我らの誇り。正規の報酬以外は断固受け取らんぞ。要は後ろめたいことをすれば眠れなくなる小心者だ。もん。まあそれが長所でもあるが。歯に衣着せぬシャミア殿もようやく人を立てるということを覚えたか。あんたから教わったよ。そん
なことを教えた覚えなどないがな。まあ先生、そういうことだから。小心者の私にその金は受け取れん。私はお金がおっかねえのだ。ん？分かりづらかったか？お金とおっかないようだな。さて、次の任務が待っている。じゃあな先生。
がとうございます。面倒ごと。これが指導のせい。最後まで飽きなきゃいい。なんかこう得るものがありましたわ。ねえヒュー君、前から気になってたんだけど、あなた本当にエーデルちゃんのこと好きじゃないの？はあ、好きか嫌いかで言えば好きですが、それが何か。なんだ、やっぱり好きなんじゃない。それで頑張っているんですね。主に一途な思いを抱く従者。それならまだわかるわ、あなたのこと。貴殿はやはり勘違いしておられますな。一途な思い、私がそんなもので動くような人間に見えると。じゃあ何だって言うわけ。私にはさっぱりわかりませんけど。簡単な話です。道ですよ。道？人には無数の道、生き方があります。貴殿にも私にもエーデルガルト様にも、我が主は私に道を示してくれた。主と共に歩む波動を、誰にも屈せず、何をも譲らず、ただひたすらに邁進する戦いの道を。つまり将来の夢が同じってこと？ありてえに言えばそうですな。無論ただ夢が同じというだけではありません。感謝、尊敬、畏怖、共感、信頼、期待、あらゆる思いを私は主に抱いている。わかるような、わからないような。けど少しだけ羨ましいわ。あなたのこともエーデルちゃんのことも、互いに並々ならぬ感情を抱き合って同じ道を歩んでいける。そんなこと私には一生できそうにありませんし。なぜできないと決めつけるのですかな。私がいい相手を探してるのも、結局は自分が幸せになりたいから。相手を愛そうと思うのも、自分を愛してほしいから。あなたたちとは違うわ、きっと。What?
Thank you.